はい、どうもお疲れ様です。TIL でございます。はい、この動画がね、上がる頃にはもう、バトルフィード5のデラックスエディションをね、もうプレイされている方がいるんじゃないかなと思いますけれどもね。はい。で、偵察でスナイパー使うっていう人もいると思いますが、とにかくね、カラビナー98、クルツ。これはね、めちゃくちゃ強い。もう、ぶっちぎりで俺は強いと思ってる。弾速しかり、ちょっとドラッグショット、もう結構強いんでね。マジでこの武器以外いらねえんじゃないかぐらいね、スナイパー強いですね。まあ、ちょっとレートは低いんだけどね。はい。喧嘩はほんまに強いですね。はい。なんでね、偵察ね、最後に解除できる武器なんで、頑張って解除してみてください。はい。で、多分ね、最初リーンフィールドだけなんで苦労すると思うんですよ。ベータ時から弱くなったんでね。はい。で、まあ、とりあえずね、リーンフィールドで簡単にキルする方法をちょっとね、発見してしまったんで、近々動画を上げます。なんで、気になる方ね、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ今日はね、カー 98K で、オペレーションやっていきましょう。はい、エルノームのブレイクスリー、3日目ですね。途中参加なんで、キルマシンは無理ですね。はい。カー98で、カスタマイズはですね、スコープは長距離スコープで、この名声結構俺好きやねんな、このファクトリーっていうね。はい。で、アップグレードは、まず AD 速度上げてますと、で、これが、レート上げてます。で、銃剣つけてます。これ何やったっけ？わかりません。調べとけ。はい、それではですね、6秒開始していきましょう。まあ、みんな多分コンクエストやる人が多いと思うんだけどね。まあ、スナイパーは基本的に、こういうオペレーション系のマップの方がね、前線が構築されやすいんで、キルしやすいですね。はい。なんで、まあ、別にドロモード好きにやってくれていいんだけど、クリップとか俺はオペレーションの方が集めやすいかなと思いますね。はい。で、初動どういう動きすればキル取れるかなんですけど、まず結構 A に固まってるでしょ。A に直接行ってね、こっち繋してもいいんだけど、俺がおすすめのはあの岩の後ろに B コン置くことですね、まずは。まずここに B コン置いてあげる。そしたら有利にね、あ、死にますね。はい、死ぬんですね。岩の後ろにさえ行けばね、強いんですけど、まあ死ぬんですね、これ。はい、じゃあとりあえず B コン置けたんでね、A 拠点狙撃していきましょうか。ここやね。あ、いますね、結構。あれはもう、やりたい方ですね。ここ B コン取れたら本当に強いんでね、おすすめですよ。死にましたね、そこ。あと結構、やってくれてるか？ちょっとあいつやっちゃいましょうか。あ、蘇生してるね。おぉ。俺の前で蘇生してね、助かると思ってるんですかね。見逃してもらえると思うなよ、お前、マジで。A はどうだった？まだやってるね。スモークが焚かれてるんで、ちょっとキルできないかな。あ、あれ、来てるね。おっと、なんだお前。あ、オッケー、ナイス。あ、もう色気じゃないから回復できないのか。もういないかな。ありますね。はい。おお、今のヘッショじゃない？結構強いし、ここ。後ろおるな、スナイパーが。胴体。はい、オッケー、ナイス。強いでしょ、ここ。だから B はほんまに注意してるよ。B から敵来たらちょっとね、あんま強くないんだよね。うん、スローイングナイフですね、これ。は？あ、ちなみに、コンソールのスナイパー、腰詰めクソ強いんでね。はい。791です。ビーコンな、壊されるかな、これ。結構ビーコンバレにくいから壊されへんねんな、これ。目の前敵いるからね。湧くけど。ほら。何やってんのって感じ、ほんまに。ああ！はい、じゃあ A 取れた。次 B 集まってるね。どうしよっかな。ここで湧いた、こっから狙われるからな。拠点で湧いて、この辺から側近もありなんじゃないかなと思ってるんで、拠点から湧きましょう。はい。多分ね、敵、B 拠点の敵たちね、A に行くことに必死になってるから、こっちはあまり警戒してないと思うんですわ。はい。ありますね。はい、オッケー。多分 B の奴ら A 見てると思うんやけど、そもそも B の奴らいない？あ、スナイパーいるね。あ、こっち気づいてるか、やっぱり。味方が来てたからかな。あの位置はちょっと辛いか？勝負してくる？一応こっちが有利やけどね、スナイパーなんで。さあ、じゃあここに B コン置いておきましょうか。あの辺狙えるかな？え、1キル？あ、蘇生してるね。チャンス、チャンス。あー、看護兵か。蘇生早かったな。蘇生判明したら思ったのに。はい、オッケー。で、これで、AB 取れたんで、次はね、あそこの倉庫がね、次取る場所になるんですが、そうですね、まあ、キル？クリップ？モンタージュでクリップ取るぐらいで連続キル目指すんであれば、あの倉庫を裏取りするね、ビークをまず仕掛けます。まあ、どこがいいか好きにしたらいいやけど、俺はいつもね、そこ、あの場所にね、ビーコン置いて、A を裏取りしてます、毎回ね。一応、モンタージュのクリップも取れる可能性は秘めてますよ、ここね。とりあえず、フレアガンときましょう。結構、A のね、建物の入り口の近くに、あ、固まったよね、フレアガン、映ってるでしょ。クリップ狙ってみようか。まあ、死ぬかもしれんけど。え？あ、オッケー。あいつ建築してるやつはほんまに無防備だからね。お、外れるあれ。
コンスだったらちょっとあれやね、ベータの時からあれやな、判定が結構きつくなってる。山から遭遇されて受けたら撃たれてる気がするけど、気にしなくていいかな。ん、いたね今あいつだ。オッケー、で倉庫結構こっち見てないでしょ、向こうの俺らの陣地側見てるでしょ、敵必死になって。だからね、案外この裏取りとか気づきにくいね。まぁ、ちょっと気づいてるやつおるけど、今はね。まず。あー。二人胴体か、両方。一人。あー！結構これ味方強いな。裏取りどころじゃなくて、もう、速攻で取れてしまった。いいやけどね、別に。まだおるか。あー、すごい数おんな。すごい数出る。まあ、逃がさんけどね。はい、ヘッショナイス。この、カーはね、他のスナイパーと違うところは、まあ、弾速とかも早いけど、ほんまにドラッグショットが決まる。うん。近距離ね、他のスナイパーしんどいって人はね、カー使ってみると案外いいかもしれない。遠距離向けってイメージあると思うんやけど、案外ね、近距離もガッツリやっていけるんでね。さあ、降りまして、次の地、あー、なるほどね。ここはね、次の区画となったら、次のセクターはここにね、手っ取り登るのがすごくおすすめ。ビーコン置いたらね、めっちゃ効いて、登れそれぐらい、お前は。オッケー。まあバレたら結構きついんだけどね。バレたらきついし、 AB に攻撃される形なんねんけど、バレなければほんまにめちゃくちゃキルできるからね。はい、ビーコン置きまーす。こっから A を狙撃するんですよね。合いますね。ん、ああ横、ああ横をね抜いて、おお、へっしょっしょ今の。はい、オッケー。玉持ちほんまですけど、あー、建築されたかー。まあね、まあ、オペレーション旗取らなあかんねんけど、味方が結構強いから取ってくれてるからね。スナイパーはもう無理に旗取らんてな。こうやって、狙撃でね、敵を駆逐していけば OK です。これきついな。一旦利用して。はい、ちょっと、上のビーコン壊されてしまったね。ほんま、人のビーコン壊しやがって、器物破損やで、ほんまに。A 取れたんで、B 結構、ね、山の方にね、芋繋がったんで、こっから狙っていきましょうかね。もっと近づくか？もっと近づこっか。あ、痛い痛い。よいしょー。ああいうね、ライトマシンガン、バイポッドってライトマシンガン、マジでね、カモなんでね、まあそういうやつら優先的にね、狙っていければ、キルも稼げるんじゃないかなと思いますけど。はい、よいしょー。ちょっと近づこうかなー。まあ、多分味方が B 取りに近づくんで、どうしよう、後方支援でもいいんだが。いや、B の山の方結構まだ、もういるやろ。俺のビーコン壊したらね、器物破損の、え、あ、ちょ、いる。撃たれたな。どっから進めよっかな。ここは頭押しできますね。ちょうど1本目があるわ。はい。おいでー。近づこっか。あ、しまった。はい、よいしょ。上、お、マジか、いるね。ああいう止まったやつほんまにね、ほんまにカモですね。ああ、マジで。うわ、スタンゲビアの距離かそれ。まずアサルトさ、全距離対応やな、なんかきついねんな、マジで。ちょっと弱体化、あ、する、弱体化するわ、製品版。発売時点確かアサルトライフルダメージ減るんじゃなかったかな。4発キルか5発キルとかなんか書いてあったっけ。うん、まあちょっとほんまに強すぎるからな、スナイパーがほんまに弱いから。きっちり考えてしまうのでね、ほんまにキルができない。はい、3セクター目取りました。で、次4セクター目のスナイパーの立ち回り。まあ、突然スナッシュも別にいいんやけど、おすすめはですね、こっちの、山。こっち側の山取ってビーコンを置くのがおすすめですね。まあ、この岩の後ろあたりにビーコンを置いて、A を狙撃します。どこがいいかな？岩の後ろでもいいんだけど、この辺しとっか。どうせ見えへんやろ。で、正面いるな。まず山にいるね、同業者を排除しなきゃいけないね。負けそう。負けそう、普通に。普通に負けそう。マジで、同業者じゃないけど、ちょっとライトマシンだけほんまに しますなかん。ほんま山の上にもりやがって、許さんぞ。俺がいもるんだよ、バカ野郎。え、危ねえ、なんか腰痛め強いんだよね。変にヘッシュなんねんな。ここ強いからね。回復して。ね、A の倉庫あたりでね、一方的に狙撃できるはずなんだけど、敵いるかな。あー、ちょこちょこいるな。よっしょ、ナイス。よっしょ、ナイス。はい、スリーマン。あー、ダメかー。クリップ難しいなー。いった、撃たれた。リスで湧いてんのか。今の後ろ行きまーす。体力8か。
まあ勝てるっしょ、私と実力があれば。おい、同居者め、逃げたな。あ、あれか。はい、ヘッショナイス。ちょっとこの動画でカー98の変装は今のうちにみんな覚えとこう。ね。解除した時にね、楽になるはずやから。オッケー。 A 取れたな。 A が取れたということは、ここにあんまり敵来ない可能性があるけどね。あ、でも A 拠点しかないのかも。意識するか、最後。あ、終わったわ。余裕っすね。はい。ってなわけで、カー98をね、こういう風に立ち回ればいいかなと思います。まあ、カー98っていうか、エアロドームのオペレーションをね、こんな感じで立ち回ればね、キルは、まあ、取れるんじゃないかと思いますね。はい。まあ、ちょっとデス多いかな、今回の試合。まあ、強かったんで、味方がね、こんなもんすわ。キル数は。はい、というわけで、そうだね、リーフィールドのね、動画もね、出さないと、多分みんなつまずくと思うんでね、リーフィールドで、出そうと思います。はい、というわけで、ね、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、失礼します。